じゃあ、こんにちは、ももちです。今回も皆さんからいただいたご質問にお答えしていきます。じゃあ、早速で今回読んでいきます。こんにちは。私は今、会社員3年目になるんですけれども、仕事にやる気がない上司だったり同僚にモヤモヤしてしまいます。例えば、仕事辞めたいっていう愚痴を、ランチの時間に聞かされていたりとか、仕事に対して全然やる気がなくって頑張っていないっていうところを見ていると、すごく嫌な気持ちになってしまいます。ももちさんだったらこういう時どうしますか？ありがとうございます。周りがやる気がなかったりとか、仕事を辞めたい。自分は頑張りたいと思ってると思うので、質問者さんは。自分は頑張りたい、よしやるぞって思ってる時とかに仕事だりとか言われるとすごい悩ますよね。で、結論から言うと他人のことで悩まないっていうのをぜひね、採用してあげてほしいなと思います。せっかく自分がね、お仕事前向きに頑張りたい。例えばね、私の発信とか見てくれて、よし、私は自分も前に高く、自分でできることをやろう、頑張ろうって思ってる時に、そういう人を見たらね、悩むと思うんですけど、そんなことで自分の気持ちを落とすのってもったいないんですよ。だって他人のことでしょ。他人の仕事が嫌いだと思って、仕事にやる気がないっていうことで悩むなんて、本当に脳みその無駄遣いだからやめましょう。正直、この世界って自分が作り出すことができるんですよね。だから、ぶっちゃけ仕事辞めたい、だるいだるいとか言いながら働いている、じゃあ A さんがいた時に、A さんの世界はそれで構築されていくわけですよ。仕事やだな、だるいな、やる気ないな、サボっちゃおうっていうところで世界が構築されていくわけなので、まあその人はその人でほっといていいんですよね。でも自分もそこに連れて、やだな、やだな、自分はこんなに頑張りたいと思ってるのに、イライラとか仕事頑張れよって思ってしまうと、自分の気持ちも落ちてしまうし、そのまたイライラするような現実を引き寄せてしまうんですよ。この現実に起こっていることっていうのは自分が意図して起こしている現実なんですよ。それを引き寄せっていうんだけど、引き寄せって感情に働くんですよ。だから自分がイライラしているとイライラするような現実がたくさん未来に起こるようになってしまうんだよね。だからせっかくね、自分は頑張りたいと思っているのに、そいつなんかのためにイライラして嫌な現実を引き寄せるなんてもうもったいなすぎます。でも2つね、ちょっとポイントがあって、これをね、お話をしようかなと思ってます。で、1つ目は、自分の人生は自分で決めているって今の話から派生して、みんな望んだ通りの人生を生きているんですよ。だから自分はね、仕事を頑張りたいと思っている時に頑張ってない人を見てイライラするわけじゃない。でもね、それも自由なんだよね。別に仕事を頑張らなければいけないわけでもないし、毎日ポジティブに前向きに取り込まなきゃいけないわけでもないんですよ。自分はそれをしたいっていうところだけ、それをそうすべきだっていう風に正義を振りかざしてしまうと、そうじゃない人が現れた時にイライラしてしまうんですよね。だからもちろん仕事を頑張ってもいいし、頑張らなくてもいいし、毎日ポジティブに過ごしてもいいし、もう惰性の毎日でいやいや言いながら過ごしてもいいんですよ。どっちが悪い、いいとかではないんですよね。でもその上で、いい悪いっていう善悪の判断ではなくって、自分はどっちが好きかっていう好み、自分はどっちで行きたいかっていうことだけで選んでください。それを他人に強要するのもそれはエゴだし、頑張らないことに対して悪っていうレッテルを貼るのもエゴです。だからシンプルに、自分は別に仕事を楽しもう、頑張ろう、でも A さんは頑張らないのね、 OK で OK なんですよ。そこに善悪の判断があるとイライラしてしまうので、他人のことで悩むべきではない。だけれども、そこは軽くした方がいいね。他人が仕事がやる気がないことで悩まなくていいです。そう思っているということは、自分にそこに善悪の判断があるんだなっていうことは向き合って出て行ってあげてください。そうしないとまた同じような現実が起こって、また自分がイライラしちゃって自分が損しちゃうわけなのでね。それを別にいいよねみたいな、私は仕事を楽しむ方法は選ぶけど別に他の人が楽しまなくてもいいよねっていうところに持っていけたらベストです。だからつまりは、この人のことで悩む必要はないんですよ。他人の悩みを自分の悩みにする必要はないんだけど、この人にイライラしているという自分、こことは向き合うべきということです。スモーダさんは他人がさ、仕事にやる気がないことで自分がイライラしてしまっているわけでしょ。そうじゃなくて、あ、私こういう状況にイライラするんだな、なんだろうっていうところを考えるっていうところをやってみてほしいなと思います。先ほどね、お伝えした通り、この世界って全て自分が作っているんですよ。で、特にこう私の発信を見てくれている子たちとかだと、今まではもしかしたら自分もね、ちょっとネガティブな感情とかを感じながら過ごしていて、でも私の YouTube だったりとか Instagram とかを見て自分が気持ちを切り替えましたっていう時って、周りは変わっていないんですよ。
自分も今までそういう人たちが近くにいるということは、自分も同じ世界にいたんですよね。悲しいけど、でも自分がもう変わってしまってるから、多分それは信じられないと思います。なんでかっていうと、もう自分は変わり始めてるから。今ないしは過去その人たちと同じだったということは事実なんですよ。変化っていうのは基本的に自分を中心にこうやってね、こう波紋のように広がっていくので、自分が変わってもまだ周りまですぐ変わるわけじゃないんですよ。ここには、ね、時差が生じるんですよ。だから自分が変わってるんだっていうところを見た時に、そこで揺れ戻されない、自分は一生懸命頑張ろう頑張ろう、楽しもうっていうところに集中していくと、どん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 やっぱりそういう人たちが変わっていったりとか、そういう人たちがいなくなったりとかします。どういう形で変わるかわからない、その人の性格が変わるかもしれないし、部署とか異動になって別のところに行って関わらなくなるかもしれない。形はわからないんだけど、自分の世界から仕事にやる気がない人たち、愚痴を言う人たちが消えるっていう事実は変わらないんですよね。だからぶっちゃけほっといていいです。その人たちは結局自分の世界からいなくなるんですよ。まあ変わるって意味でもいなくなるということもあるんだけど、いなくなる人たちなので、それで悩んでしまって自分の感情を落としてしまうってことはめちゃくちゃもったいないです。だからそこに対してバカにする必要もないんだけどね、普通に違う世界の人たちなんだな、終わりっていう感じで終わらせてあげるといいんじゃないかなと思います。自分に集中してください。結構ね、こう他人のことで悩んでる方とかも質問いただくケースで多いし、あとは私自身が4年前ぐらいはめちゃくちゃ他人のことで悩んだんですね。あの子が仕事が楽しくないらしいとか、あの子がこれで悩んでるらしいっていうことで、私がねめちゃくちゃ嫌な気持ちになってたんですよ。でもこれって本当に他人に人生を振り回されることになってしまいます。豊かな人、エネルギーが高い、成功してる人っていうのは他人に興味がないです。他人のことで悩むなんて論外なんだよね。だからそこの視点をね持っていただけると、別に他人に悩んじゃってる自分を責めなくていいんだけど、あ、なんだそれってバカバカしいことなんだな、あはっていう感じで軽くねしていってあげると、どんどん自分の気持ちも軽くなっていって現実っていうのも変わっていくので、ぜひやってみてください。本当に他人がどう思ってるかとか、やる気がないとかいうことで悩まない、これは鉄則。他人の悩みを自分の悩みにするなっていうところはね、皆さんに覚えておいてほしいなと思うし、今回は仕事を辞めたいっていう同僚がいて嫌ってところでお話をしたんだけど、他のケースでもいろいろこれが当てはまるケースがあると思うので、自分でそういうことやってないかなってところ、皆さんぜひ考えてみてください。はい、それでは今日の動画はこちらで終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。よかったらチャンネル登録してってね。じゃあねー。